ジャン君。ジャン君。ジャン。はい。来るの？来る。来て来て。ちゃんと来て。ちょっと呼ばれてるよ。来ないじゃないか。来て。来て。ちょっと呼ばれてるよ。ジャン君。ジャン君。来て。ちょっと来てって言ってるよ。ジャン君。おろ。来て。よくわかんないけど、ぐるっと回ってくるの。あれジャン君。ジャン君。ジャン君、おいで。ジャン君も。おいで。お？そんな中途半端なところで止まるの？もう少しおいで。ジャン君。おいで。じゃあ、カメラの方が行きます。はい、パンちゃん。ジャン君。綺麗な目だね、ジャン君。ポンちゃん、向こうで甘えてますよ。はい。なんか来たけど。はい。はい。ポンちゃん。またそっち行っちゃうの。はい。お母ちゃんに甘えたいのね。ポンちゃん。はい。途中で止まってるよ。うん。何や。何や。はいはい。いい子だね。はいはい、いい子だね。はい。はいはい。それ角だけどあんまり硬くないでしょ。はい。角にシュリシュリしたいのね。おしっこ。はい、ジャン君は静かにここでくつろいでいます。ポンちゃん、さっき行ったよ。今日はですね、金曜日になりますので、クロケンおじさんが勝手に歌うという生配信、そんなに人気はないんですが、懲りずにずっと続けています。クロケンおじさんとマオイママが、一緒に歌うというやつですね。必ず、その時にはこのデスク周りのですね、セッティングを変えなければいけないので、クロケンが珍しく掃除機をかけます。そしてジャン君は通常だったら掃除機を嫌がって逃げるんですが、今日は大丈夫かな。あ、いいやいいや、あんまり失礼しない。ジャン君、大丈夫大丈夫。ただ、ここは
物を置きたい場所だからね、後でどいてね、お願いしますね。さあ、そしたら、あ、これか。はい、これも譜面台なんですけれども、自宅で歌っている時とライブハウス等で歌った時の感覚がだいぶ違っていて上がっちゃったことがあるので、家でもこの譜面台を立ててですね、椅子に座って歌うという癖をつけています。週1のまあそれがトレーニングになっています。ぐちゃぐちゃだけどね。さあ掃除するよ。掃除機を操作していてもですね、ジャン君はこのペット用の安価からどく気持ちがありませんでした。よってですね、ちょっと変な形ですが、このミキサーがこう椅子に座って手元で操作できないと困るので、この高さにしています。本当は向こうにつけてちょっと手を伸ばしてっていうのが多いんですが、今日はジャン君のためにこのスタイルを取ります。変だけどね。はい、ポンちゃん、うん、はい、うん、お昼だ、うん、さあ生配信準備しましょう。はいはい、ジャン君、はい、来い。